は今もクリニックの看板が残り、近くには花束が置かれています。何もできないですよ、手合わせとした。あまりにもね、サウナ事故で身につもされたもん。事件で犠牲になった院長の西澤幸太郎さん、多くの患者に慕われていました。西澤さんの言葉を胸に新たな目標に向けて歩み始めた人もいます。リカバーメダカの販売店を営む島忠さんです。勤めていた会社でのノルマや人間関係のストレスから抑うつ状態となり、去年6月までの1年半ほど西澤院長の診察を受けていました。もう初めこの会社の時からさ、雰囲気が身構えさせない、発達障害の人、家にリビングで話してるみたいなこう感じで、本当に信頼をして、現代現代金庫さんみたいなことで、やる気の皆さんがあるのかと思う。その後、院長の勧めで休職し、症状は軽くなりました。趣味にしていたメダカの販売店を開業する際、後押ししてくれたのも西澤院長でした。売れてるか分からないよね。まあ、遊びとかじゃなくて、本当に真剣に飼育をしてたので、志麻さんは組織に属して、やってるよりも、自分で何かされる方が、多分、その性格上向いてると思うんで、やってみたらどう？しんどくなったら、もういつでも来てください。ここだったような気がする。力になるようにするからっていうのは、まあ、常々おっしゃってもらってたんで。力になるから。その言葉を胸に、去年10月、メダカ販売店をオープン。しかし、西澤院長に報告しようとした矢先、事件が起こりました。信じられへんっていうのが、一番あった。志麻さんは精神的な支えを失い、しばらく事実を受け止められなかったといいます。ブリーフィングを感じていた鬱だった。事件の後、少しでも気持ちの整理になればと、自らのブログに院長への思いを書きました。これを見れば印鑑がまた来るというふうに竹田のところは言うのは竹田のところはいいと思うのは、僕が壁にぶつかったら調子どう、困ったことないって声かけてください。それだけで元気になれます。志麻さんは自分の店を悩みを抱える人たちが気軽に立ち寄れる場にしたいと考えています。この人は作った言いたいことなんです。出会い座メダカ。メダカを通じて人との出会いが広がるようにとの願いを込めました。僕はその先生のおかげで、まあ本当に精神的にどんどん増えたんですけど、コピーライターみたいな企画をする人で偉くなろうという気持ちになったので、私はね、僕は。もう本当に、まあ、メダカ屋ではありますけど、もう本当に遊びに来てもらったりとか、こういうの場にもなれたらなと思います。みんなと思います。ブログ見て。言っちゃいけないんですけど。それではニュースの一方をもう一方の視点からお伝えする特集一報です。今日のテーマは、ウィンウィンの関係しか、なんて。竹田さんのところ、やらないのかもしれません。何がです。小籔さん、竹田さん、女性だけのものと思っていませんか？大阪梅田にある男性専門の脱毛クリニック、取材したこの日は大盛況。グループ全体の来院者数は1ヶ月で6万人。3年前の